ヘリオトロープは、紫化キダチルリソウ属の植物の総称。特にその代表種である、キダチルリソウを指すことが多い。ここでは本種について記述する。名前には、ギリシャ語のヘリオストロップで、太陽に向かう、という意味がある。ペルーゲンサン、ジョゼフド樹州ュュによって初めてパリに種子がもたらされた。その後、フィリップ・ミラーの1757年の報告に、基づき、 1759年に輪廻が記載、ヨーロッパほか世界各国に広まった。日本には明治時代に伝わり、今も栽培されている。日本語で高水草、匂い紫、フランス語で恋の花などの別名がある。バニラのような甘い香りがするが、その度合いは品種によって異なる。花の咲き始めの時期に香り、開花後は、 香りが薄くなってしまう特徴がある。ドライフラワーやポプルにもされる。ロジガレ社のヘリオトローブブランに発売は日本に輸入されて初めて市販された香水と言われている。大昔は南フランスなどで栽培されており、天然の精油を採用していた。しかし、おさむ油率の低さ、香りの揮発性の高さというデメリットから合成香料で代用して香水が作られるように、 なったに判明し、それを天然香料の代用として普及した。夏目漱石の小説、三四郎や江戸川乱歩の暗黒星にもヘリオトロープの香水が登場する。本来は、二体感性、または反対感性の肝木で、未生からだと開花までに数年を要したが、戦後、発種した年に開花する和製品種が作出され、家庭でも、 鉢植えやプランター植えで楽しむことができる。種は春の彼岸の頃に室内で巻き、霜の心配がなくなってから路地に定食すると夏から秋にかけて花を楽しむことができる。また近年ではホームセンターなどでも開花株や開花直前株を購入できる。決して見た目の派手さはないが、洋風のガーデンだけでなく和風の庭園にもよく合う。 山野草を思わせる奏主や良い香りなどが特に山野草の愛好家などを中心に好まれている。ありがとうございます。